はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル春99です。今日ね、ご紹介したいアイテムはこちら。はい、こちらブラスですね。ブラスの方ね、こちら、ブラスバーミンハムですね。通称白ブラスですね。こちらの方はね、すでにご紹介しておるんですけども、こちら、ブラスランカシャーですね。通称黒ブラスですけども、今日はこちらの方ですね、白と黒のですね、どこが違うのか、なんてこともですね、中心にしながら、黒ブラスランカシャーをご紹介したいと思います。はい、こちらブラスランカシャーですね。白ブラスの時にもねご紹介しましたけども、このブラスランカシャーの方はマーティン・ワラスさんの方が2007年に出したブラスですね。これも舞台がランカシャーなんですね。この時はランカシャーの名前がないんですけども、このブラスをほぼほぼ引き継いで作られているブラスなんですね。さっきの白ブラスの方はバーミンハムなんで、これマップが違うんですね。マップが違うし、システムも違う。基本の 80%、70% ぐらいはブラスを引き継いでるんだけど、ちょっと違うという構造になってるゲームなんですね。で、こっちの、じゃあ黒ブラスの方は単純にですね、前の引き継いだけかというとそうでもなくてですね、改良されてるチームもちゃんとありますということになっておりました。まあね、早速ね、中のをね、上げていきたいと思います。はい、こちらブラスランカシャーですね。まあ、パッと見だとですね、ほぼほぼですね、ブラスバーニアムとね、同じようなデザインになってますけど、まあ、最後も見ていただくとね、基本的にね、マップがこちらランカシャーになってるので、まあ、異なるということにはなっています。ただ、基本的なシステムはですね、ほぼほぼ両方ともブラスなど同じでして、前半の運河の時代と後半の鉄道の時代っていうのが、この山札がね、尽きることによって表されていて、ちなみにこのランカシャーでは、この途中でね、ここで終わりっていうタイルが特別に入っているようになっているので、ここで切れるっていうのが分かる。下のね、カードが余ってますから、いうことになって、ちょっとした違いはありますが、この山札が尽きることによって、運河の時代が終わって、もう一回尽きたら鉄道の時代が終わって、まあ、生産すると。まあ、こういう基本流れは同じなんですね。で、どうしていくかっていう流れも一応おさらいしていきますと、ここの手札のところに特定の産業を表すカードがあったり、特定の都市を表すカードがあったり、ちなみに日本語版はこうカタカタになるらしいですけども、カードがあったりして、これを使って地元版で、一番最初だけワンプレイですけども、次から地元版で2プレイずつ、つまりカードを2枚ずつ使ってプレイしていきます。で、何をするかというと、大基本は自分のこちらの方に個人タイルを持っているので、カードをプレイして、該当する産業のところに、例えば石炭だったら石炭を建てる、あるいは鉄のカードをプレイすれば鉄を建てる、あるいはこのね都市をプレイできればどれでもプレイできますというっていうのを、基本的にカードをプレイしていって該当する産業または該当する都市のとこに建物を置いていくと、まあ、こういう流れなんですね。で、建物を置けばこの2列のところはここは石炭を産出するし、ここは鉄を産出するし、バーミンハムとちょっと違うのはこれ工場系、いわゆるメーカーかなんか出すらしいんですけど、紡績工場らしいんですけども、この家しか出荷物がないんですね、今回ね。ここしか出荷がなくて、これを出荷するために船だの港などを使う、というかここ経由で港経由で行ったり船経由で行ったりするので、出荷はねワンルートしかないんですね、こっちね。やっぱこっちのシンプルになっていまして、生産物の元になる石炭と鉄を作って紡績工場を建てて、この出荷するために港と船を作ると、まあ、こういう仕掛けにこのゲームなっておりました。で、どうやってプレイするかっていうと、前お伝えした通りと同じように、例えば手番になったらこの鉄っていうのをプレイすると、この中の鉄のところに自分の置くか、これこのカードちょうどここね、ボストンなので、こことボストンどれでもいいわけですね。ここのところの石炭のところに置くことができたら、この石炭のところには黒が2個書いてあるので、ここのところに石炭が2個湧いてくる、とこういう仕掛けですね。で、全てのところにはここに建築コストが書いてるので、今のだったら5金払えばいいと、こっちのだったら5金と石炭がいる、こうね、この順番しか立ってきませんからね。で、ここのところも6金が必要だったり12金が必要だったり、まあ、こういう流れになってですね。で、前と同じようにカードを1枚プレイして3金払って、じゃあ運河をここに作りますよっていうと、こうネットワークができると、まあ、こういうことでしたよね。なんでカードをワンプレイして建物を建てる、カードをワンプレイして運河などの鉄道を建てる、カードをワンプレイして出荷するなんてことをしていこうと、まあ、こういうゲームなんですね。例えばこっちの隣のところに次のプレイヤーが鉄をね作りたいわって、これ本当石炭が1個いるので、ここに出したらこの石炭が消費されると、石炭が消費されてネットワークつながってますからね、ここのところに
鉄が4個出てくると。そうするとまた新しいネットワークができるので次のプレイヤーがあってね、こう順々にいって、この石炭がなくなるとこれが裏返しして、ここに勝利点と収入力の上昇ですね、ここにね収入ゲージがありますんで収入力が上昇していくと、こういう感じですよね。なので基本的にここに石炭なり鉄なりっていうのを供給していって、このネットワークが徐々につながっていくことによって、誰のところでもネットワークがつながっていれば石炭を使えるし鉄を使えるし、でこっちのところにもね、ここね海外マーケットみたいなところにもあるわけですけども、外部のこういったところに、ここにもあるんですけどね、外部のこういった供給する場所っていうのは今回決まってるので、こっちの場合だとこういったところまでネットワークが伸びていれば、ただここに鉄しかダメなんでね、前半実はダメなんですね、こっちの下しか行くしかないんですけど、こういったところ伸びていけば、ここにね、ここにあるわけですね、こういったところに伸びていけば、ここにもありますけど、こういったところに伸びていけば初めてここが使えるなと、まあ、こういう仕掛けになっておりますね。だから手番では基本的に1枚カードをしてどっかを生産するか、1枚カードをプレイして鉄道ないしは運を立てるか、コストは前半と後半でもちろん違いますよ。あれを1枚立てて、さっきやったこういったやつのね、出荷できるものがあれば出荷すると。まあこういう話ですね。これ出荷できればすぐ裏目になって、まあ利益も大きいし、収入力アップも大きいと。まあこういう形になってるんですね。もうほぼほぼバーミンハムと同じなわけですけども、違うのはこいつの場合、単独で出荷できないんですね。白ブラス思い出してたけど、ビールがないと出荷できないって言いましたけど、これの場合ね、友達がいないと出荷できないんですね。友達ってなんだって、例えばこう港なんですね。ここに港を誰かが作ってくれたら、これで出荷するんですね。なんで、この港、他人のも裏返して、自分のも裏返す。とかね、こういうルートなんですね。で、ここもなかったら、例えばこういうところに、船があれば船経由で両方とも裏返して出荷すると、こんな感じになるんですね。で海外の方に出荷してしまうと、こっちの方で、まあ、プラマイ設定があって、ここがゲージが動くことにだんだん下がっていくんですけどね、どのぐらい収入力が上がるかっていうのか、一番最後まで上がるともう海外に出荷できないなんてこともあるわけですけども、この単純なこの出荷のところに、前の方のバーミンガム白フラスの方はビールがあればよかった、つまりビールは生産すればポコッとビール出てきますからね、ビールがあればよかったんですけども、今回の出荷は単純にこれ1個しかないので、これの種類をこのね、この防石工場らしいんですけど、この工場のやつを出荷するのに、この怒りマークの港か、この船アイコンがどっかにワンペアないと出荷できない。だからここ出荷だらけなんですよね、こことか。だから誰かがこういうのを作ってくれて、しかもここに繋がってないとまあ使えないっていうことだったので、自分が立てても必ず、自分のであれば一番いいですよね。自分ので、こうあればね、これを使っ、これがもしあって、これを使って出荷するときに、これも合わせて使いますって言ったら最高ですよね。ダブルで自分のばっかりが収入力も上がるし、ここの勝利ポイントもついてくる、まあ、こういう仕掛けになってるんですね。なので正直このカードの絵柄を絡むのはここ立てる時だけなんですね。立てる時に1枚使って合致するとこに置く、その時は種類か、ここの都市名が合致してれば OK ですよ。でそれ以外の時は1枚捨てれば線路か運河も立つし、1枚捨てればここの出荷もできる、出荷もちろんさっきペアからダメですけど、もう何でもいいですね、種類はね、何でもいいので出せれば出荷できます。これは基本コンセプトなんですね。一応できることとしては、他に1枚捨てることによって借金もできます。借金はバーミンハムの場合固定金額だったんですけど、これは選べるようになってます。10金20金30金でね、どれだけの量を借金するかっていうのは選べるようになっていることと、カードを1枚捨てて別のコストを払うことによって、この下から剥がせられるんですね。これも同じなんですけども、ただし今回違うのはここ船なんですけども、実はこれ何にも使えないやつが2枚ここにいて、この2枚を剥がさないと船を建築技術がないということになって、この1個目建てられないんですね。でこういうちょっと変わった剥がすしか能がないというか、剥がさないとどうにもならないっていうやつは登場してますけども、とにかく1枚捨ててコストを払えば、まあ、2枚抜けて、上の方が建築コスト高いですけど得られるものも多いっていうことと、前と同じようにここの青くなってるところは運河の時代が終わったらこのボードの検査されたやつ全部除去されてしまうんですね。だから除去されちゃうともう消えちゃいますから、ここからね。ネットワークは当然全部消えちゃう、鉄道になっちゃうんですけども、これも全部消えてしまうので、なるべく上のものを残しておきたいんですね。こういう差がどうしても1台2台あるので、これをうまく剥いでいって、下のものを抜けたいっていう発明っていうのがあるのと、あともう一個、これが大きく違うところなんですけども、バーミンハムの場合はワイルドカードっていうのがあったので、カードを捨てて、ワイルドカードと交換していいっていうことがあったんですが、こっちがちょっと厳しくなってて、どうしても立てたい時に、どうしてもない、ないっていう時に、手札を2枚、何でもいいんですけど、2枚一気に捨てて、1
回だけ建築する、これで手番折れ。通常2アクションできますね、カードね2枚プレイできるんですけども、2枚とも捨てて無理やり1個立てて1アクションで終わっちゃう。だけどどこの都市としても見なして使ってもいいですよっていうアクションがあって、この辺のところがバーミンガムの方がワイルドカードを持っておいて後の手番でプレイできるなんていうのがあって、若干プレイしやすくなってるんですが、ランカシャーの方はここがちょっと厳しいんですね。基本のコンセプトはもうほぼほぼ同じなので、手札をプレイして建てる、手札をプレイして運河か鉄道を建てる、手札をプレイして出荷する、手札をプレイしてここを改善する、手札をプレイして借金する、これが選ぶのは同じなんですね。違うのは2枚プレイすることによって1都市分とみなしておける、つまりもうそれ手番が終わってしまうってことがあるので、ワイルドカードと交換しておいて後のターンでプレイできるっていうところは随分違うということと、出荷するときに必ずもうこれが1種類しかないですね。もう出荷したいときはこれしかないので、工場と港あるいは船のペアでないと出荷できませんと。で、海外に出荷したらどれだけ収入力が上がるかはこのゲージ、これ一気にマイナス4って書いてますから、1234って書いてあるんで、3収入上がると思ったら1収入しか上がらない、これこうジグザグに降りていくんですけども、いうことがあって、これがねかなり運の要素が絡む。しかも一番下まで下がったら、運河の時代だったら運河の時代が終わるまでもう海外には出荷できませんなんていう厳しい制限もあるんで、これのところは若干運が絡む構成になっているので、この辺でね好き嫌いはあるかなと思うんですね。で、あともう一つ違うのはこれちょっとのけますけど、運河の時代は鉄道オンリーのところは使えない、鉄道のところは運河オンリーのところは使えないっていうシステムは全くこれブラスなんで同じなんですが、これ例によって私自作のですね通行止めトークンを今置いたんですけど、これ運河の時代の時に通れない場所ですね。ご覧ください、ものすごいここ通れないんですね。一見さっきご覧いただいた通りすごく通れるような感じがしたと思いますけど、ここね半分はもう通れないんですよね。ここそもそも入れないんですね。よく見たら一見行けそうだと思ったら、ここ2箇所ね、前半ね、ここ使い物にならないんですよね。いけないですからね。ここも使い物にならないんですよね。ということは、ここで行き止まりなんですね、前半ね。ということを知らないと、実はかなり行き止まりが多いっていうのがこのランカシャーなんですね。これ13箇所前半行けません。バーミンハムの方は11箇所なんですね。たった2箇所と思いきや、前半全体で見ると結構こっちに圧迫感があって、ここの辺をじゃあ中心に前半戦うんだな。ここってもうこのルートしかないんですよ、ここね。もう全然ここ行けないですからね。ここは通らないんでね、ここは。ここ縦全然、ここも横通らないんで。っていうことが分かってくるので、割とこれ手狭なマップになってるっていう感じはします。で、後半の鉄道の時代になると使えない場所が1箇所っていうのは逆にこれ同じなんですね。だから後半の鉄道時代になるともう逆にうんと伸び伸びプレイできるっていうのはこのランカシャーの大きな特徴なんですよね。基本の流れはほぼほぼ同じで、こちらの方が建築できる建物数が少ないので出荷できる建物が1個しかないっていうことがあるので、割と見通しがいいという感じの方もいらっしゃると思いますし、ちょっともうちょっと戦略欲しいなと思われる方もいると思いますけども、こちらの方は比較的シンプルで、さっき言ったように行き止まりがすごく多いので、全体的に分かってさえいれば、こうなると意外に分からないんですよね。ここ全然通れないっていうのがね、分かっていれば、あ、こういうルートしかダメなんだなっていうのを知っておいて前半立てておいて、逆にここに残しておければ後半こっち行きやすいですよね、なんていうことも戦略立てられるので、見通しがいいのがこちらのランカシャーなんですね。プラスここの外に行くところは若干ウーの要素も絡んでるので、遊びの要素が若干大きいのもこのランカシャーの特徴となっていますね。で、もう一個大きい違いがありまして、このブラスの白ブラス黒ブラス両方ともなんですけども、プレイ人数2人から3人でプレイするときは前のバージョンと違ってよく研究されていて、昔と違って特定のエリアを使わなくなるんですね。2人だったらこの辺使わないとか、3人だったらこの辺使わないっていうのがあって、エリアを絞ることによって人数が減っても遊べる空間が変わらない。単純に引いてしまうと割合が違うようになっちゃしまうので、2人3人の時にはうまく空間を除去できるようにちゃんとマニュアルで設定されてるんですね。なので2人で遊んでも3人で遊んでもですね、非常にプレイしやすくなってるのがこのランカシャーとバーミンハムの白ブラス黒ブラスの以前のものと大きな差なんですが、元々のブラスの方だけには2人用マップってのあったんですね。バランスがどっちがいいかかなりお好みによるんで、この新しい方の2人用のチューニングかなりよくできてるんですけども、元々の旧ブラスだけは2人用マップっていう専用のがあって、実はこのマップのこの裏面は昔の2人用専用マップを再現したマップになってるんですね。なので2人用で遊びたいという方は、実はこのランカシャーだけは2人用専用マップも遊べるし、新しくチューニングされて2人用の時にはこれとこれをこれ抜きなさいよっていう、このマップだけどリバランスされたゲームっていうのは実は2度おいしいことになってるんですね。
3人4人の場合は実は変わらないんですけども、2人の場合だけは2人専用マップっていうのも入ってるし、このマップでも遊べるっていうことが、実はここが大きい違いなんですね。バーミンハムで実はないんですね。あれ昼と夜っていうマップになってて、完全に同じなんですね。こちらのランカシャーだけ、もともと2人用マップっていうのがあったので、それが忠実に再現されていて、この辺全然ないんですね。めちゃめちゃ減ってるんですね。めちゃめちゃ減ってるし、ここのところの石炭とね、鉄の量ももうめちゃめちゃ小さいんですね。で、これが分かるようにここにね、ビックリアイコンついてますけども、これが2人マップ専用ということになっていて、こちらの、まあ、どっちが好きかね、完全にお好みだと思います。こっちの方がまあ昔なんでバランスが荒いっていう方もいらっしゃいますし、懐かしいなってプレイされてる方もいらっしゃいますが、どちらにしろ2人用の時の選択肢があるというのがですね、こちらのランカシアの特徴となっているので、2人でプレイする方で、ブラスをどっちもプレイしたことないんだなっていう時には、黒ブラスの方がひょっとしたらおすすめかもしれません。はい、というわけでですね、ブラスランカシアをご紹介いたしました。まあね、細かいところはね、白ブラスの方のね、バーミンハムの方をご覧いただければいいと思いますが、基本的にやっぱりこちらクラシックなんですね。どうしてもですね、前半とか中半とかどっかのタイミングでこの建物カードがない、どうしても都市カードの合うのがない、産業カードが合うのがないという時があるんですよね。で、白ブラスの場合例のワイルドカードがあったので、まあ、あれを交換することによって、まあそれで戦略を立てられるということがあったんですけども、2アクション分を一気に使ってしまって1個タイルを立てるっていうのはですね、結構辛いんですよね。アクション数がそんなにあるゲームではないので、1アクション丸々ロストして、しかも次に引いたやつがどうなるかわからんのですよね。ワイルドだったら必ずね、絶対次成功しますからね、分かっているので、それを見越した戦略とか立てれるっていうのがあるのと、あとやっぱ海外に出荷した時にどのぐらい収入力が上がるかね、めくりの運になっちゃってるってところがあるんで、あれ結構ラフなんですよね。ちょっと昔風かなという感じもしますが、全体的に建物の数も少なくて、白ブラスやっぱちょっと多いんですよね。見通すのちょっと大変だったりするので、ブラスにやっぱり慣れてない方はそこの多少の運の揺らぎもあったりするし、そこのところの建物量が少ないっていうところはあるので、こちらの方がお好みだっていう方ももちろんいらっしゃいますし、白ブラスの方が好きだっていう方ももちろんいらっしゃるので、その辺はね、お好みに合わせてプレイしていただければいいんじゃないかと思います。ただし、途中で見ましたより2人用が明らかにお得なのはこっちですね。あの裏面のね、2人用専門マップがここに収録されてますからね、白ブラスにはそんなのありませんからね。2人用専門マップもあるし、新しいマップになって2人用チューニングしたやつも両方遊べるっていうところは、このランカシアお得なんじゃないかなと思いますね。はい、というわけでですね、今回ですね、黒ブラスの特徴についてお届けいたしました。ザ・ゲーミングチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲーミングチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲーミングチャンネルの春99でした。